はい、皆さんこんにちは、島です。今回の動画はですね、さあ、この子皆さんわかりますでしょうか。以前ですね、7匹目のフェレットをお迎えしたということで、紹介しましたサンになります。で、今日はですね、このサンをお迎えしてからですね、1年以上経ちましたので、サンが今どうなってるのかというふうなところをお届けしたいと思います。ちなみにこのお迎え当時っていうのは2ヶ月ちょっとぐらいですかね。サンの誕生日が4月7日なので、お迎えしたのが6月の下旬頃ということで、生後2ヶ月ちょっとの映像になります。今見てもですね、本当にちっちゃくてめちゃくちゃ可愛いですよね。で、このサンの特徴、この子をお迎えする決め手になったのも、この背中のですね、ストライプというか、黒いはっきりとしたストライプ、ここがですね、すごく気に入りまして、この子をお迎えしようというふうなことに至ったんですけども、さあ、この映像ですね、これ前の動画では使ってない映像だと思うんですけども、ちょっと手を入れてですね、ちょっとじゃれてる様子になりますので、はい、ちょっと指をね噛んできたりとか、しがみついたりとかで、でこのひっくり返ったりして、本当にもう顔もねあどけない感じで、やっぱりサン以外もそうなんですけども、本当にもう2ヶ月ぐらいの頃のフェレットってね、めちゃくちゃ可愛いです。本当にそう思います。だからといって別に今大きくなって可愛くないかっていうと、そういうわけではないんですけども、特にやっぱこの時期ちっちゃくて、このあどけなさというか、本当に赤ちゃんっていう風な感じがしますよね。さあ、こうちょっと指にね頑張ってしがみついておりますけども、さあ、このサンがですね、1年今3ヶ月ぐらいかな、お迎えしてから経ちましたので、どのように成長したのか、変わったのかっていう風なところも見ていきましょう。はい、こちらがですね、現在のフェレットたちの様子になります。これは毎朝のルーティーンで、ケージからねフェレットたちを出す時の様子になります。さあ、どの子がサンちゃんか分かりますでしょうか。分かりましたかね。この一番最後まで出れずにちょっと困ってる子ですよね。これが現在のサンになります。なかなかですね、すっとケージから出てくれないんで、ほとんど私が出るのを助けてあげるんですけども、今回はですね、ちょっと動画撮ってることもあって、自力で出てもらおうというふうなところで頑張ってもらいました。こちらが今のサンになります。はい、これ見ていただいてですね、もうお分かりですけれども、ちっちゃい時にあった黒いストライプがですね、もうほとんど消えてしまってます。で、うっすらこう気持ち程度に背中のところ黒いところ残ってますし、真っ黒だった尻尾も本当にちょっと今ですね、半分も黒が残ってない感じですね。はい、サンちゃんです。顔はちっちゃい時とあんま変わってないような形で、大きくなっても結構童顔ですね。ここまで成長してきてですね、やはり性格の方もだいぶ落ち着いてきたようで、以前はね、餌のお皿をひっくり返したり結構いたずらをしてたんですけれども、最近はもう全然そんなこともなく、元気な時はね飛び回って元気なんですけども、だいたい見てもらったようなこんな感じでおとなしくしてます。今回ですね、ちょっと他の子をですね、一旦ケージに戻して、サンだけを撮影用に
残しましたので、ちょっと誰もいないっていう風なところで気になってるかもしれません。でもうちのその7匹のフェレットなんですけども、男の子が3匹、女の子が4匹なんですけども、このですね、男の子女の子の、まあ、キャラというか性格をですね、考えてみると、やっぱどちらかというと男の子の方がちょっと落ち着いてる感じはします。で、女の子の方が本当に元気というか、手を出せばすぐに寄ってくるのも女の子ですし、で、しがみついてちょっと噛んできたりするのも、女の子のフェレットになってます。何かのきっかけでスイッチが入ってしまうと、サンももう大暴れして、跳ねたりですね、なんか転がったりとかですねしてるんですけども、普段はこんな形でおとなしく、手を入れてもじゃれてきます。今度は下の方からサンを、フェンス越しにですね撮影してるんですけれども、やはりねフェンスの向こうにあるこのカメラがすごく気になるようで、ね、手を伸ばしてきたりとか、これですよね、あの柵に噛みついて柵を動かすと、ね、結構パワフルにやってます。サンの成長した姿はいかがでしたでしょうか。背中の黒いストライプ、これがなくなってしまったのはちょっと悲しいんですけれども、元気に大きくなってくれてるっていうところが、やはり自分にとっては一番嬉しいかなと思っております。今回の動画は以上となります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。